ジルスピー郡はアメリカが州国テキサス州の中央部エドワーズ高原に位置する郡である。テキサスヒルカントリーの中心部に位置している。2010年国勢調査での人口は24,837人であり、2000年の28,14人から19.3%増加した。郡庁所在地はフレデリックスバーグ市であり、同郡で人口最大の都市でもある。 ジルスピー軍は1848年に設立され、軍名は1837年にテキサスに移ってきたロバート・アディソン・ジルスピーにちなんで名付けられた。ジルスピーはテキサス・レンジャーに入り、インディアンと戦い、米国戦争に参加した軍人だが、平時には商人でもあった。1847年12月15日、ジルスピー軍創設の請願書が提出され、 1848年、テキサス州議会が、ベア軍とトラビス軍の一部を合わせて、ジルスピー軍を設立した。請願書に署名したものは、圧倒的にドイツ人移民のものだったが、カスティリオ、ペナ、ムノスなど、ドイツ系以外の名前も含まれていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1061平方マイルであり、事実上すべて陸地である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。1990年時点でジルスピー軍とケンドール軍には約3000人のテキサスドイツ語を話す人がいたが、その後の20年間で減少していると考えられている。ジルスピー軍はテキサス州が歴史的に共和党よりであるのに対して、いくらか異端児であり、近年まで圧倒的に民主党支持だった。 これには、ドイツ系アメリカ人の文化を引き継いできたことが大きく、貢献している。1896年以降の大統領選挙では、少数の例外を除いて、共和党候補が、ジルスピー軍を制してきた。1912年に、ン歩党のセオドアル・ーズベルトが、軍を制した。1924年、シン歩党のロバート・ M ラフォレット・シニアが制した。 州内二つの軍の一つになった。ジルスピー軍が民主党候補を支持したのは1932年と1964年であり、どちらも民主党にとって代償となった。最近5回の大統領選挙では民主党候補が得た得票は全体の21%が最大である。アメリカ合衆国会議員ではテキサス州第11選挙区に属し、 2012年時点の代表は共和党員である。26年前は民主党員だった。衆議会上院では第24選挙区に、下院では第73選挙区に属し、どちらも共和党員を送り出している。北緯30度19分整形98度57分、北緯30.31度整形98.95度、 30.31-98.95ありがとうございます。